島根の情報をギュギュッとお届け。島根っ子の宅配便。島根っ子の宅配便デリバリースタッフの岡部風子です。今回お届けする情報は、企業の経営革新を応援します。そばの風味がしっかりと感じられる美味しい手打ちそばですが、このおそば家庭でも楽しむことができるんです。出雲市にある老舗そば店、コロナ禍で売り上げがおよそ5割も落ち込んだことから、ネット販売にも重点を置くことに。そこで冷凍手打ちそばを商品化することにしました。ネット販売はおかげで順調に推移しておりまして、この数年ですね、売上が上昇しているというような状態でございます。このように企業が新商品を開発するなど、新しい事業に取り組み経営の向上を図ることを経営革新と言います。島根県では給与支給総額の伸び率などの条件を満たせば、企業の新しい事業を経営革新計画として承認。承認された企業は国や県の補助金制度を受けやすくなるなどのメリットがあります。補助金を活用されたものはありますか？急速冷凍機を島根県の補助金を活用して導入しました。毎朝職人が手打ちをしたそばを瞬間に冷凍できる機械になります。出来たてのそばの風味を損なわないようにですね、これを全国の食卓にお届けすることができるようになりました。安来市にある木工家具を製造販売する会社です。家具や企業向けの備品などの注文がコロナ禍で激減。経営革新として本格的に開発したのが、中学校の技術家庭科で使う教材用の木工キットです。幅も長さも決まっている規格材で、従来の難しい技術がなくても積み木感覚で木工が楽しめるキットになっています。この木工キットはすでに県内の 35% の中学校で授業に使われています。中学校以外でも使われているんですか？はい、木育の、観点から、小学校や幼稚園でも使われるようになりましたし、社会人向けの、木工教室でも使われるようになりましたので、岡部さんもよかったらぜひ挑戦してみませんか？やってみたいです。いいですね。これやってみましょう。完成ですね。おしゃれなスタンドが簡単にできました。多くの方に木材と触れ合っていただきたいので、このキットの活用の場を広めていきたいと思います。県では平成11年度からこれまでにおよそ1300件の経営革新計画が承認されました。中小企業を取り巻く経営環境が変化する中、今後ますますの経営革新が求められます。県は頑張る企業を応援しています。次回は、誰もが自分らしく生き生きとキラサポを紹介します。またの利用をお待ちしています。